Hey, Visanti here. So, Smash Brothers new character, Mr. Sakurai presents reaction. Let's get to it. はい、皆さんこんにちは、大乱闘スマッシュブラザーズディレクター空の桜井正宏です。Oh, my hair's a mess. 今回は久しぶりにスタジオからお届けすることになりました。Oh, we got to the studio. まあ、私の部屋からの放送もそろそろ飽きてきた頃だと思います。 Oh, man, we have a stay at home order again. 実は今までのスタジオとちょっと違うところ、より広いところを借りてやっています。皆さんソーシャルディスタンスをスタッフも保ってですね、感染予防対策に気を配りながら進行しております。では早速参りたいと思います。まず最初に Those are nice posters in the back, though. ミーファイターコスチュームのご紹介です。 We see a shirtless version of him? Oh, we're starting off with Mii Fighters? Okay, okay. Oh, there it, Tifa. Of course. Okay, okay. Fix the face, Kappa. Aerith. Get that staff. Regular Final Fantasy? A Chocobo. Okay, okay. Super Mario RPG? No. Oh, RIP is Geno. Geno and me. Me costume. Ooh, wombo combos. So I guess if you want to play as Geno now, you just use it as a Mii Fighter. Ah. Really sing along, Sephiroth. On side, Sephiroth. というわけで、フェイント気味のご紹介になりましたけどね。ファイナルファンタジー7以降、FF7 と呼ばせていただきますが、FF7 ゆかりのコスチュームが増えました。エアリス、ティファ、okay. バレットが入っていますが、これらに専用のヘアセット、つまり髪型はないですね。これはミーファイターの方で、適当に調整をして入れていただければと思います。では本題のセフィロスのご紹介に行きたいと思います。 you can do your own. まず最初にセフィロスとは、セフィロスクッパ大王謎を除いて、ゲームでは特に有名な悪役の一人ではないかなと思います。FF7 に登場した伝説のソルジャーです。とある細胞、何細胞とは言いませんが、そのために人知を超えた強さを誇ります。最終的には究極の破壊魔法メテを用いて星の力を我が物にしようとします。Hey, Zhongli. 特徴は長い剣の正宗。I will have order, and then Peter comes. 最新作。FF7 リメイクはスタイリッシュな映像が山ほど楽しめる作品で、私も続きが楽しみです。 Is this Final Smash Summoning a Meteor? FFAC Final Fantasy Advent Children に寄せてみました。 Yeah, Advent Children. マインクラフトの後に FFAC ですからね。このダイナミックレンジの広さはやっぱり退屈しない仕事だなと思います。 Yes, Pixel to a high res. ではここから私が操作を直接行いながらご紹介をしたいと思います。例によってゲーム内のカメラは特殊なもので、また、開発中のものであることもご了承ください。 Special camera. Okay. では参りたいと思います。 Your angles. Okay. はい、これがウマブラにおけるセフィロスです。最大の特徴、やっぱり剣が長いことですね。剣が長いのでリーチがとにかく強いです。 Damn, look at that reach, bro. そして比較的長身です。長身ということは相手の攻撃が当たりやすい。 He's proud, man. It's because he's a proud character. 長身の割には He stands fighting. 軽いんですね。すぐに Oh, and he's light. Little mech. カラーバリエーションには
上半身裸版を 7P8P に用意しました。まあ全体的にテフィロスだから暗いイメージというのは保ったままにしますが、 7P8P は最終決戦仕様が楽しめると思ってください。来るがいい、目障りだ。声は日本語のみの実装になります、ご了承ください。Well, I'd rather hear the Japanese voice anyways. セフィロスがピンチになるとこのように片翼が入ります。 Oh damn, okay.片翼が入るといろいろな効果があります。まず、スピードや攻撃力が少し増します。そして、空中ジャンプがもう1回できるようになります。You get three jumps. 3段ジャンプができるようになると。そして何より、スマッシュ攻撃にスーパーアーマーがつくようになります。 Oh my god, he's pretty much little Mac. こんな風に一方的に打ち勝つことができる。とは言ってもダメージを防げるというわけではないので、使いすぎにはご注意です。Yeah, he's pretty much little Mac when he's high percentage. 例えばワンするとなくなります。That makes me want to play just because, you know, I like playing little Mac. 撃墜するとなくなることもあります。Oh, how you get it back? ピンチは単純に蓄積ダメージではなく、試合全体を関して判断されます。Oh, so you take a certain amount of damage. 例えばストック数が優勢の時には、100% 超えてもまだ片翼が出ませんね。やっと出ました。ストック数が劣勢の時には、Oh, okay. If you're a stuck event, oh damn, he has like a rage mechanic. こういう違いがあります。You're winning or losing. それでは通常技の説明、基本的な技をご紹介したいと思います。でもその前にスイートスポットについてお話をしておきます。I don't want to play. I kind of like his playstyle. 斬撃の場合、you get super armor. 刀身の中央、少し前寄りが強いんです。The middle of the blade. 例えばこういう位置の場合、斬撃をするとこのようになります。一番近いのが7、真ん中が12、先端になると9になっていますね。ダメージが。Center of the blade. 斬撃は中央が一番強いのですが、突きみたいなものは先端が強いことが多いです。ご覧の通り。Oh, in the air is the tip. まず弱攻撃、他のファイターと比べれば出るのは遅めですが、セフィロスの技の中では特に速いので、 slow,、right? 相手に近寄られた時などに使いましょう。次にダッシュ攻撃、前の方に踏み込みながら攻撃する技で結構なリーチもあります。また、吹っ飛ばしも十分にありますので結構使える技かと思います。次に横強攻撃、見ての通りリーチがかなり長いです。そして上下に打ち分けすることができます。例えばダウンした相手には普通に打っても当たりませんから、そういう場合斜め下を狙って打つといいですね。次に上強攻撃、当てにくいですがリーチが長く判定も持続するという特徴があります。目の前にくっついた相手を打ち上げることもできます。また、例によって突き攻撃ですから先端が一番強いです。Stab attack. So stabs and slashes. 次に下強攻撃、移動するので牽制に向きます。You get to slide just as a cloud. 姿勢が低いので相手の攻撃を、くぐり抜けて攻撃することもできるかもしれないです。He's pretty good. ただし相殺されなければの話ですが。次に横スマッシュ攻撃、威力のある全力スイングです。リーチも威力も吹っ飛ばしも十分にあります。だけど隙はかなり大きいです。Unless you have super armor. かなり遠くでシールドされた場合も反撃確定になってしまうのでご注意ください。I guess you just be like tilted. 次に上スマッシュ攻撃、かなり広範囲を使う技です。 Oh my god, I'll smash it behind too. 地上の前後の相手にも当たります。 Pretty good. まあそう強いですが、Better than little max, 隙はやっぱり大きいのでご注意。下スマッシュ攻撃、これは瓦礫で結構広範囲を攻撃することができます。威力も高めです。地面に当てないと瓦礫は出ませんが、復帰阻止をすることは可能です。あと大事な機能、下スマッシュ攻撃はシールド破壊が強めです。次に通常空中攻撃。この手の技としては範囲が全体的に広めですね。隙が大きいセフィロスの技としては早く出る方だと思います。なので牽制に向いてますね。次に前空中攻撃。かなり長いリーチを誇る視力技です。 Pretty nice reach. リーチの長さを生かしてこのように復帰阻止にも使えます。だけど当たりがすごく細いので見ての通り小ジャンプ攻撃なんかが当たらないんですね。
なのでそういう場合、横強攻撃なんかと併用すると相手はとても困ることになると思います。そしてもう一つ特徴がありまして、なんと前空中攻撃、壁に突き刺してジャンプすることができるんですね。ナイス。これをいかにして使うかというと、こうフェイントを使うなどが考えられますね。そして後ろ空中攻撃、前空中攻撃よりは範囲が広い攻撃ですね。威力も高いです。なので前空中の代わりに振り向いて後ろ空中を使うとかはありですね。前空中攻撃も後ろ空中攻撃も地上ギリギリで出して当てることが大事なんですね。そうじゃないと地上の敵に当たらないので、小ジャンプで当たらない相手も、地上ギリギリなら当てることができますので。ただ前空中攻撃の方が後ろ空中攻撃よりも早く出るから、それを勘案しないといけないですね。具体的には前空中攻撃が、攻撃発生13フレーム、後ろ空中攻撃は15フレームとなるんですけど、いやそんなこと言ってちゃいけないですね。このゲーム、愉快なパーティーゲームを考えて想定して作っているものなので、そんな細かいことを言うのは、まあ大会に出る人ぐらいでいいんじゃないかなというわけで、前空中攻撃当てると楽しい、後ろ空中攻撃も当てると楽しい、okay, そんな感じでいかがでしょうか。Okay. 次、上空中攻撃、広範囲の投げ払いです。 Damn, we can, like... 先ほどの上スマッシュ攻撃と似てますね。まあ、実際代わりに使うことだと思います。 Oh my god, that's pretty good. Oh my god. 前方の攻撃範囲などはあんまり広くありませんが、いろんな迎撃に使えるので試してみると良いかと思います。次に下空中攻撃、これは極門と呼ばれている急降下攻撃です。 Link down A or Greninja? 例によって床上からの攻撃にも使えます。 Oh my god. 攻撃範囲はかなり広く、しゃがんでいてもこの通り、またその頭身の長さからものすごく床を突き抜けますので、崖外からの復帰阻止も可能かと思います。 Damn, he's really a boss. 気を出てもありますが、ちょっと崖外では使い物にならないですね。自分も自滅しちゃいますから。 Oh, okay.もしもメテオを使いたいなら、足場は最低限キープして使った方がいいですね。Okay, okay. 次に、掴みや投げですが、剣を持っているファイターというのは投げの威力は全体的に弱めです。これ前の。I mean, max for throw. 後ろ投げ、テレポートして投げてますね。You get teleported up the same thing? 上投げ、すぐにコンボにつなげます。Slice this one.そして下投げと、まあ、投げの威力は低いといえど、何らかのコンビネーションに使ったりとか、シールドを崩しにかかったりとか、そういうのに使えると思いますので、うん、いろいろ検討してみてください。それでは、必殺技のご紹介です。通常必殺技は貯める段階によって3つの飛び道具を使いこなします。Oh, man. ほぼ貯めずに打つとフレア、距離が比較的長めで最後に爆発を行います。 Yeah, we seem pretty good. ちょっとだけ貯めるとメガフレア、それよりは距離が短いですが威力が抜群の攻撃を行います。そして最後まで貯めるとメガフレア、メガフレア、oh、my God. 大爆発を起こして相手を強く吹っ飛ばします。フレアでさえ発射にはかなりの時間がかかりますが、威力は絶大です。シールドボタンにより、途中でタメを止めることはできますが、タメの保持はできません。性質上ギガフレアは空中では使えないことになると思います。I gotta wait till you land. 長すぎるんですね。ギガフレアにはこんな使い方もあります。 What? Oh damn. Okay, okay. スマッシュをこう混ぜてみたんですね。 Only if they somehow land in front of you. こういう使い方もあります。こんな目の前で炸裂するなんて使い道があるなんていうことも考えられますが、実はちょっとあるんですね。それ後で説明します。一応吸収もできるんですが、大した回復量にならないです。なぜなら爆発した時が強いから。 Oh, only after they explode? 反射もできます。反射はギガフレアは絶対に反射されないことを説明します。もう蓄積ダメージゼロでも、 Oh my god, 69% from zero? 3つも飛び道具があるのは相当な強みだと思いますので、うまく使いこなしてもらえればなと思います。
Oh, it just straight up explodes. 次に横必殺技、シャドウフレアです。うらり、うらり、うらり。飛び道具ですよね。とにかく細い球を打つだけなんですね。溜めることはできるけれども、見た目そんな大きな変化があったようには見えないですね。でも、この球、全く異なる概念を持つ飛び道具です。You combo into the other one? この細い球を相手に当てると、周囲を回転する球になるんですね。そしてしばらくすると誘導して爆発をします。溜め度合いや重ね掛けによって、相手の周囲を回る球の数が増えます。最大5つまで。なお、シールドをすることは可能です。シールドされることを見越して、掴むことも可能です。なお、発射時に向きを変えることもできます。こういう使い方もできるかもしれないです。タイミング。このシャドウフレアは大乱闘の場合、誰かが巻かれると、第三者に対してなすりつけができるんですね。まあどっちに転んでもセフィロスには有利ですから、使うに越したことはないと思います。Yeah. なお吸収することは可能です。反射することも可能です。まあ実用的に攻撃に使うのはちょっと難しいかもしれませんが。Well, I mean, it reflects outward, though. ちなみに拾うことも可能です。拾うとどうなるか。こうなるんです。The regular fireball. 人の周りについてるものを拾っちゃうこともできちゃう。親切ですね。上必殺技、一線です。これ、すぐに出せる直線攻撃の技で、ファイアフォックスなどに似ていて、好きな方向に打つことができるというです、ね。But it's a short recovery. 相手に対して距離を取るためにも使えますし、こうフェイントをかけるのにも使えます。ところで今までが一線だったのですが、ボタンを押し続けると、八頭一線という破壊切りつける技になります。こういう突進系の技には珍しく、十分な撃墜性能があります。地上で出せば崖際では止まってくれます。だけど、ちょっと浮くともうどうにもならないので要注意です。飛距離には少しだけ差があります。これ一線。これハット一線。Oh, slightly more. ハット一線の方がちょっとだけ長いですから、どうしても復帰したいという時にはハット一線を使うのがいいですね。もちろん本来は復帰に使うためのものです。一線はすぐに崖に捕まることができますが、ハット一線は少しだけ上の方に飛び出してしまいます。それを使って攻撃をするという手もありますが、この違いにはご注意ください。次に下必殺技、閃光と言います。Oh, it's a counter too? ハリカムシールドから閃光を一連で放つ技でカウンターのように使えます。カウンターと異なり、当たっても、当たらなくても閃光になるのがポイントです。受けた攻撃の強さによって閃光がパワーアップします。見てくれの通り、後ろからの攻撃には無効です。なお残念なことに飛び道具は反射できません。防ぐことはできるんですけどね。さらにカウンター系としては珍しく強い攻撃を破られてしまうんですね。最大チャージショットなんかもまあ厳しい部分です。ただしダメージは防げます。復帰阻止に使うこともできます。特に攻撃力のある上必殺技を持っているような人は気をつけた方がいいです。 Okay, so this counter isn't like a complete full counter.最後の切り札はスーパーノバ。Did he summon a meteor? セーファセヒロスがメテオで超新星を起こし、yep. okay. 星ごと破裂させるというダイナミックな技です。ここ、それぞれの人たちが違うリアクションを取ってるというのにお気づきになりましたでしょうか。Okay. お気づきにならないと思うので、寸前で止めてみようと思いますが、右から一人は一人はキノコ、そして一人は、シールドブレイクを起こしているように見えますよね。原作でもそうだったのですが、ランダムである程度の効果が現れるようになっています。Think, right? 吹っ飛び、フラフラ、寝る、スロー、お花、キノコなどですね。フラフラになりましたね。こうなったらさっきのギガフレアからの横スマッシュなどで蓄積ダメージ 0% からの一挙撃墜。Who would turn Final Smash on, man?
お花はダメージが大きくなります。普通に食らうよりもさらにでかくなってしまう。もうこんなにいっちゃいましたね。 Damn, that's a lot of damage. これはキノコ。 That's a lot of damage. キノコは怖いです。突然キノコにかかると復帰しようとして反対側に行ってしまいますから、これもまた蓄積ダメージ 0% からやられる可能性のある技ですね。などといろいろアドリブ性が求められる、スーパーノヴァ、お楽しみいただければと思います。 That's a final smash though. ところで、クラウドの偶数カラーの切り札にも手を入れました。それも超級武神火山バージョン5です。Version 5? ファイナルファンタジー7アドベントチルドレンに登場し合体拳を封印させる技です、ね。Oh, damn. That looks hella cool. 攻撃力など性能は奇数カラーと全く変わらないものになっています。 So they made it cooler.なおご存知かと思いますが、クラウドの偶数カラーには袖ありと袖なしがあります。まあ、これも原作ファンにはおなじみのものですね。 OK。 次にステージのご紹介です。北の大空洞というステージを作りました。ステージの形状自体はシンプルにしましたが、背景がストーリーを追うようになってるんですね。これなんと FF7 の終盤の展開を作ってしまいます。しょうがないけど、なのでこれネタバレを見たくないっていう方は周りに利用した方がいいかも。 I don't know if I'm ever going to play Final Fantasy 7 though. Not sure about Final Fantasy 7. 何しろ二十数年前のゲームですから。 Yeah, whatever. Spoil me. I don't care. あの新しいリメイクでこのようになるとは限らないということなので、まあ見ていただければ幸いです。それでは参ります。北の大空洞、ファイナルファンタジー7で最終決戦が繰り広げられたところです。約束の地、そしてリユニオンの終着点ですね。火口のような北の大空洞を俯瞰し、そして遠くにはジェットエンジン化したハイウィンド第二形態も飛んでいます。セフィロスが星を滅ぼす黒魔法メテオを発動しました。それを阻止するためにセフィロスを倒し、エアリスが決死でかけた白魔法ホーリーを解放するというのがパーティーの目的です。 I heard about that though. 星の太陽にどんどん降りていきます。原作にもこのように段差のようなところがありましたね。ぴょんぴょんジャンプしたりしましたけれど、北の大空洞は2000年前にジェノバが落下したところと言われています。そしてその後古代種に封印され、神羅に発掘された箇所です。この辺りはディシディアファイナルファンタジーステージに採用されたこともありますね。ジェノバ、シンセシスと戦った場所を彷彿とさせます。基本的な床も、この辺の床を参照しています。そしてこれが封印されたホーリーです。ホーリーが発動し、Activates. そして、パーティーは脱出を図ります。逃げろーと。いいな。そして眼前に広がるメテオ、そしてホーリーが飛び出しメテオの阻止に回ります。ハイウィンドはここでそこに第三形態になっていたりします。しかしホーリーが発動するのが遅すぎたと言われてますが、メテオを止められません。そこで星の力であるライフストリームが湧いてきて加算するという、こういうお話を追うクルーズステージというのは今までになかったかもしれません。お楽しみいただければと思います。あ、それでは実践に移りたいと思います。今回は勝ち上がり乱闘をやってみたいと思います。例によって、本気度は一番高くして始めます。なぜかというと、これボスラッシュが楽しめるんですね。歴代ボスがいっぱい出てきます。まあもともとボスキャラらしいセフィロスだからこそ、right. そういうボスラッシュというのは合うんじゃないかなと思って入れてみました。だけど当然手強いので気をつけなきゃいけないですね。最初はリオレウス。 You're giggling. しかしつくづくなんてゲームだいいのかこれは。まあレウスですからね、すぐに飛んだりとか逃げたりするのが合ってるんじゃないかな。尻尾くれ、尻尾をくれ。でもその前に面白いもの拾ったな。投げミスラッシュ。お、落とし穴。
いて。お、尻尾やりましたね。これも食らって。で、セフィロスの最後のとどめがタルって。はい、次ガレオムです。スマブラ X を放送させますね。It's a final boss gonna be Cloud. 懐かしいか。まあまあそんなに怒るのはやめようよ。お、ちょっと食らっちゃった今。あ、握られてますね。まあまあそんなに怒らない。怒らない。You stabbing? 真っ赤じゃないですかもう。はい。お、oh. okay. How strong of an attack though? Like obviously you can't block the Donkey Kong punch. But... We reflect the Donkey Kong punch. はい。ちょっと怪奇物っぽい、怖いと言われてるマルクですが。このキャラ本当はもっと怖かったんですよね。年齢推奨制限で引っかかっちゃいましてね。しょうがないからマイルドにしてみたんですけど、 enemy, 個人的にはもうちょっと怖くしたかった。魔界植物かな。 Off the screen。 お、割れた。自分が割ったんじゃないです。Alright, Sakurai. Alright. お客さん目が変になってますよ。おっと。おっと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 危ない。ああいう血管表現とかが怖いって言われてるところですよね。今のもちょっとキモい。あ、次次。Okay, okay. あ、惜しいな、パーフェクト取れてないな。次、ドラキュラ伯爵です。Yeah, he's just gonna show us him fighting all the bosses. なんだ伯爵状態。頭にしか判定がないから、そこは気をつけなきゃいけないですが。Alright, let me just skip around. ウエスマッシュよりも広いので何とかしなきゃいけないですね。ハットを一線で抜けてみたりして、まずいここまずい。危ない。ああいうことをしていちゃいけないんです、本当は。何しろこれ、つかみがありますからね、この人。危ない。結構。それは、オミ。I mean, not オミ、フレア。ピカフレア。届かないしね。Yeah, there you go. まずいね。結構当たってないように見えますけど、もうあっという間に真っ赤でやられるなんてことありますからね。おお、これも良くない。ちょっと届いちゃう。よし。え、オッケー。獄門。あ。あ、もう一回キル。本気度 9.9 いっちゃいました。Master Hand、はい、マスターハンドとクレイジーハンドです。それが北の大空洞でなぜか戦うという。ESP。これは最初からまずいね。ピヨッタ。まずい。もう6にダメージを与えていないのにすでに蓄積ダメージが。Oh no, you stun。吸われたくない。うわ、このアングルを小さくされるのとても危険。ここでダウンをさえできれば。Yeah, yeah, maybe hit both of them. もう一回。いってーい。ついに肩欲が出てしまった。まずい。これはまずい。Oh boy. まだ諦めちゃいけない。はっ。来い来い。さすがにできなかったか。お、これはいけるんじゃ。ワンダウン。あとはクレイジーだけ。でも一撃くらいはやられそう。今掴もうとしたね君。一人で一回ぐらい倒せばいけるかな。よし。はい、終わりました。That was close. He was gonna jump off.
デクモン本気度 9.9 のまんまでしたが、はい、Incredible! でしたボスラッシュモード楽しんでいただければ幸いです。ラッシュモード次に楽曲のご紹介です。 All right, music. 楽曲のリストはこちらです。新たな曲は9曲も追加され、FF 曲が11曲になりました。うち4曲があるので、いずれも聞き応えがあるアレンジになっています。これらミッドガルステージにも追加されます。今まで FF 曲というのは2曲だけだったんですね。それをしてスクエニさんはケチだというような話をする人もいるかと思うんですが、それは違うんですよと大きな声で言わせていただきます。やっぱりですね、例えばキャラクターが何かのゲームに出る、コラボするという時にも曲なんて一曲もないっていうものの方が多いじゃないですか。Okay. 世界で全て問題ないように、許諾を取らないといけないんですね。まあ中には一社でちゃんと取れるものもありますが、複数の会社にまたがっていたりとか、国によって全然違ったり、Why did they do that, man? 権利をみんな解決して実装しています。Why would you separate copyright to multiple things? スマブラがちょっとおかしい。ということで、認めていただければと思います。さて肝心の配信日です。12月23日に配信予定です。これはクリスマスウィークですね。ファイターパスボル2があればそのまんま受け取り可能、単体でも購入可能です。ところで毎回スマブラに新キャラを加えるというのは本当大事なんですよね。だけどファイターが多いだけにファイター選択画面では多数の中の一つで埋もれてしまうんです。これで良いのだろうか、right. と思ったりして、セフィロスはボスだからボスとしての強さにスポットを当てたいと思いました。You mean make him kind of OP? これを見てほしいんです。 The Sephiroth Challenge? Oh god.なんとボスとしてのセフィロスと戦える期間限定出現の特別なモードを用意しました。これを倒すことができれば先行してセフィロスと北の大空洞ステージを使うことができます。イージーノーマルはそこそこにするけれど、ベリーハードはかなり難しくするようです。Okay. Did they beat it very hard? 最初に選んだ難易度をクリアできなければ正式な発売日までセフィロスを先行して使えるようにはしないつもりでした。ベリーハードを選んだ人にはそれなりの試練が訪れるよう。だけどハードすぎるかなと思い、さすがにソロは取りやめました。セフィロスチャレンジの配信日は12月18日から12月23日10時までの予定です。For me. もちろん I'm watching this later. 買っていないと実現しないのでこれもご注意ください。Available? Yeah. Wait, 3 p.m. さまざまなアップデートは今配信の23日に行われます。2P クラウドに超級武神ハザバージョン5が追加されたけど、 Maybe I'll stream it tonight. Oh god. できれば楽しい。Or should I stream Back for Blood? チャレンジを考えたけれど、実装には思った以上の手間をかけてしまい、スタッフには申し訳なかったです。ですが、Either today or tomorrow I'll stream Smash after Genshin. いろんなファイターやいろんな攻略でベリーハードクリアを目指していただければと思います。確かな手応えがあります。ボスとしてのセフィロスの強さ、楽しんでいただければ幸いです。One last thing? One more thing? 戦場、小戦場、大戦場、終点において、全国抽選の Final Fantasy? セレクトから抽選方法が選べるようになりました。全曲抽選とステージセレクトからの選曲は、すべてのステージ曲が対象になります。Music is fine for me. 俺曲セレクトでメニューを切り替えると、戦場なら戦場の攻撃戦略の中から抽選します。あと、Battlefield version? ゲーム内でご紹介することができなかったので、セフィロスの勝利画面なんかもお出ししたいと思います。こちらです。Oh, I knew he was... Somehow I thought he was gonna last. Wow. Did he even say the winner is? It was just... Sephiroth. Damn. And he's walking to the fire. That's his...Seen, man. Wow. 以上でセフィロスのプレゼンを終わりたいと思うのですが、今回本当に収録に苦労しました。
なりせ、機材トラブルがありました。But、yeah, I'll probably be streaming this either today or tonight or tomorrow night. もしも、But、yeah, feel free to check out my stream. My socials will be down below. And I think that's all, right? We're gonna let him finish talk and then we'll see you guys. 大事ですね。そういう意味でスタッフさん、本当にお疲れ様です。というわけでお開きです。Like 13 seconds, so whatever. Not actually ending. Fortune, right? All right, with that, thanks for watching and later days.